はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ね、今気づいたんだけど、つながる希望ってめちゃくちゃ強くなったじゃないですか。俺の気のせい？いや、気のせいではないと思うんだけどな。ということで、今回つながる希望パーティーでやっていこうかなと思ってます。なんで強くなってんじゃないのと思うと、このピッコロですねが来たことによって、このネイルもカチカチになれるんで、まあそれはかなり便利じゃないだろうか。で、このネイルね、HP によってダメージカット率が変化するっていうのもあるし、あとは無限上昇プラスピッコロがいるときにさらにアップするんで、まあ、期待が込められるよね。もちろん、期待したいということで見ていきましょう。リンクレベルも含めてマックスです。リンクレベル、2G1 凸のリンクレベル、そんな、まあ中間ぐらいか、ちょっと育てるぐらい、これは中間だね。2凸の、3凸リンクレベル、まあちょい育ってない。これは2次のリンクレベルマックス、フレンドは、まあ、こんな感じで、フルパワー悟空4は、まあ、1部マックスですね。まあやっていきましょう。で、こっちにあれだね、ネイルを持ってこよう。この並びで言うと、おいアトミックブロースな。で、今回レッドゾーンのあれですね、13号数 HP47 万、だいぶ低いな、だいぶ低いな。今気づいたら、そりゃ食らうわけや、しゃあない。どうしよう、どう攻めよう、わかんねえや、わかんなくなっちゃうね。とりあえずネイルをこっちに持ってこん限りはちょっと厳しいかもしれない。ビチビチビチ最近ね、今気づいたんだけど、このピッコロの出番が多すぎてね、今気づいたわ。ピッコロさん、ちょっと出番多すぎですよ。本当にあなた便利だからね。こいつ強いからな、普通に化け物系に強いからな。で、ネイル持ってきて、そうだな、どうするかな、ファイヤーチュドン、オッケー、アタック下げていくが、相手がスパークキャノン撃ってくる。死ぬって死ぬって、おい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 、死ぬって。回復要因は多いけど死ぬってマジでそんな撃たれたら死にやせんか。ここではきつ、びっくりするぐらいきついんだけど。問題はでも、この極ビジがしっかりと技、あのゴジータになってもらわないと困るっていうのはあるんですよね。で、まだ2ターンでしょ。2ターンでこれきついな。久々になんか 200% 以外のリーダーを使ったけど、こんなにもきついもんなんだね。生きてるー、ペチペチペチ、ファイヤー、オッケー、なんとか生きた。これ戦闘ピッコロかな、ちょっと回復戦闘やばいもんな。次回復できるとはいえ厳しいわ。うーん、やめて、あぶねー。これピッコロさ、ピッコロじゃない、ピッコロか、ピッコロさ、メガネの方を攻撃すればよかったね。まあいいか。さあ、そいそいで、次ウーブが来るから、それでやばいよ、この回復したいけどな。できるかな、ナイス、ウーブちゃんで回復します。で、今回魔人の力とかもいないんで、純粋にこのウーブ自体がバフを受けるような形になります。どうする6ターンだろ、ウーブちょっと外れてもらおうか。いやでもこれさ、めっちゃ食らいそうなんだよね。一応使うか、
ウィスの出番が多すぎてさ、ウィスめっちゃアイテム減ってるんだよ。まあまあまあ。ええけど、よくないか。リンク繋がってないにしろ、これはいけるはず。さあ、376万。そい。OK。打ってこないんかい。さあ549万。打ってこないの一番怖いからな。 OK ナイス。これはナイス。あ、こいつは連続攻撃一択ですね。嘘嘘、ウィス使ってるけど、どう、ドゥー2発打ったよ。ドゥー死ぬ死ぬ、間違いなく死ぬ。ナイスナイス、ビーム。次に回復してくれ、魔人ビーム。チョコレート食って。いや、きつ、きついな。ドエレアきついよこれ。ピッコロとネイルリンク合うから、こういった意味ではすごい、なんかなんつうんだろうな、このメンツでよかったなって思う。つながる希望強くなったなって思う、この力ピッコロが来たことによってね。ただきついわ普通に、普通にきついわ、冗談抜きで。普通ならここはバインド入れるんだが、バインドなんていらん、ネイルがいればいい。オッケー。だいぶダメージカットしてくれるんじゃないかな。勝てえなこいつ、勝てえな、勝てえやつ嫌いだ13号は好きだけど、13号が合体13号になった時のなんか、あの、なんだろう、おーい、この感じ結構なんかやだな。このままでよかったけど。21、一回見極めしとくか。やっぱこれは見なきゃダメでしょ、みんな。一回見よう。やっぱこれ見ねえと始まんねえの。あ、そんな気がする。俺は悟空でもベジータでもない、俺は貴様を倒す者だ。さあ倒させてもらいましょうか。撃ってこないか。取ったら戦闘で十分守れるんじゃないか。ただ君は外れてもろうて。さあ行こう。434万。まあ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 、最近で言うとこんなもんかな。いやーでも最近じゃない、ちょっと前だとこれぐらいの数字かね。ね、はい、 OK。必殺見極め、あ、ゴシータでもケツに回した方が良かったかな。まあいっか。おいおいおい、なんか撃ってくんぞ、なんか撃ってくるぞこいつ。ナメック星人で回復してんのか、何かと思ったら。一応アイテム使おうか。でこれ取って回復しつつ、いいねいいね、ウーブさん完璧じゃないか。ナメック星人を舐めるなよ。ダメージカットでもこいつにねえんだよな、こうなると。そうなるとゴジータと組み合わせたいっていうのもある、うん、でダメージカット率は、まあ、ネイルが下がってるから、それだったら全属性ガード持ちのね、こっちの方がいいですよね。頼むぞネイル。さあ177万。ファイヤー。 OK、 もう一発撃ってほしい。さあ447万ですね。こいつはもちろん極限ずっと覚醒させてます。いい火力しろ。
撃ってくんのよ。まあ、戦闘はない。OK。もういいかな。一回見たし。最高。いや、この曲マジでテンション上がるよね。俺ずっと思ってたけどさ、やっぱテンション上がるわ。間違いないね。どっかんでやっぱ一番テンション上がるのって、好きなキャラがさ変身した時とかさ、そういった時めちゃくちゃテンション上がるよね。僕やったらゴジータだけど、まあベジットの人もいるだろうし、あのね、いろんな方がいる。あと俺悟空のアクティブ好きかな。知能悟空のスーパーサイジのね、あのバカ野郎とかフルフリも好き。あの声優の力を感じる、すごいわ。さあ、ところでですね、あのアイテム効果切れるんだわ。ピンチなんだわ。何この殺し方。殺しにかかってるやん。ネイルいける？ネイル何も今23万だったらいけるか。ダメージカットもあるから、それ込み込みで考えてもいける可能性は十分にある。ネイルなら、ネイルならいける。俺はそれを信じてる。ただの渦ネイル。ドッカンモードピッコロで入ってしまった俺を許してくれ。めちゃくちゃ食らうんだけど、3万食らうとか聞いてないっす。まあでもピッコロはさ、受けた後に上がるからさ、まあ、それは別にいいんだよね、うん、で劇場版ヒーローも1体いるから 15% カット込み込みで今のダメージですね。ただここから威力下がります。なおかつ必殺効果でディフェンスも上がるんで、まあ、その部分も加味にして、まあ、多分2桁ぐらいかな。まさかの会心入りっていうね。3桁だった。チドン、いいねいいね。俺もこいつ、3周年か。ベジットとゴジータどっち先に引いたっけと思って、ゴジータだったな確か。おうおうおう、痛い。回復するけどな。ぴょい、戦闘で撃ってくる。これ回避無効じゃなかったっけ。だよね。ってことは反撃は無理だ。ってことはダメージカットを少なからず持ってるこっちのゴジータの方がまだいい。これはそれにかけよう。いやー、食らうかな。どうだろう。40万とか食らいたくねえな。17万、 OK。 まあやっぱまだやれるっすね、こういう 200% リーダーじゃなくてもね。まだレッドゾーンの下あたりだったらやれると思う。おいね、これも何気に好きだわ、このカメハメハ。おうおう、倒せんかなら龍拳爆発させちゃう。突き破れ、ドーン。はい、 OK。 いかがだったでしょうか。あ、つながる希望ですね。久々にね、 200% 以外のリーダーを使ったっていうか、あの、うん、久々に使ったね。でもやっぱりピッコロが参加したことによって、まあ、ネイルも入るからワンチャン全然ありっすね。ピッコロ硬いしネイル硬くなるし、ただ激ヒーローでまとめたらピッコロ強くなる、ダメージカット率が発生するんで、あんまりいい組み方ではないかもしれない。つながる規模ってそんなにキャラ多いわけじゃないから、うん、まあ C っていうのはタイの極ビジであったりとか技の極ビジとかを、まあ、ピッコロと組み合わせた方が、まあ、俺的にはそっちの方がええんちゃうかなと思ったんですけど、まあまあまあ、まあ、今回はね本当に、まあでもつながる希望がピッコロが強くなったという、ピッコロがね、新しく出たということでね、まあ全然守れる部類にはなったんじゃないかなと個人的には思います。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。We'll be right back.